はい、こんにちは、阿部塾の阿部和彦です。本日は阿部塾で個別指導の研修ですね、講師研修をどんな風にやってるかっていうことで、ご覧いただきたいなと思いますので、ぜひご覧ください。はい、はい、よろしくお願いします。はい、では次の問題をやっていきます。はい、では今から私が問題を書いていくので、はい、さっきとの違いを考えながら見ていってください。はい、足したり引いたりしても文字が消去されない。そうだね、うん、なので、うん、あ、このままではできません、うん、ってことで、まあ、もしここが2だった場合、うん、これ出てきそうかな。うん、消える、消えるよね、うん、でもこの、はい、はい、うん、それが消えるって言ったら、そう、あ、そうだよね、生徒が言ったことはリピートしないみたいな話で、うん、なのでそこは言わないようにしよう。でもし、うん、ここが2だった場合、うん、これってできそう、うん、できそう、そうだね、うん、でもこれってやっていいと思う、うん、よくない、ダメだよね、うん、ってことで、うん、これ実は、うん、この式全体を2倍にすることによって、うん、これが許されます、はい、ってことでこれを2倍していきましょう、はい、あ、これは y ないので、では2倍して書いて、はい、やってみよう。そこも2倍で、この式2倍してって言われたらその生徒はできる、できないのか、うん、できるよね、うん、だからできることを生徒にやらせる、うん、先生が書くっていうのは生徒が暇になっちゃうってことだから、なので生徒にやらせる、うん、だからじゃあ2倍した式ってどんな式になるっていうふうに生徒にやらせる、うん、そうしましょう。じゃあこの式全体を2倍することによってこれが許されます、うん、はい、じゃあこの式を2倍してみて、うん、4x マイナス 2y イコール16、そうだね、うん、でこっち側の式をそのまま書いて、うん、はい、はい、ストップ。でこれも今のは先生書いた、書く前、書くだけじゃなくて書く前に先生がすることを言って、でその後生徒をこういうことしてねっていうことを言って、今から先生が下の式書くからこういう計算すればいいかなっていうのを、そう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 、あ、そうだねっていうふうに言うってこと、うん、じゃあ今回は何算する、足し算、そうだね、うん、足していきましょう。 7x イコール28、そうだね、うん、でこれを計算して、うん、x イコール3、はい、これで x が出ました、うん、でこの後何するんだっけ、y を求める、うんうん、じゃあそのために何する、上に代入する。じゃあ代入したらどういう式になる？6マイナス y イコール8。そうだね。じゃあ y を求めてみて。y イコールマイナス。そうだね。でこれで x イコール3y イコール2マイナス2っていう答えが出ました。うん、で今回はどういうことをしたか。加減法をいきなりやろうと思ってもできないから、うん、上の式を2倍した、うん、そうだね、で、あ、そうそう、でこれで今回のこの問題のポイントっていうのは、いわゆる上の式2倍して加減法をして解くっていうところを教えたいと思います。うん、だそれで、うん、で、あとはもう解けるよね、で、おしまいに、うんうん、なので、例えば今回のこの問題、もうここまで詳しくやる必要なくて、正直なところ、うん、もうこれ2倍したら、もう加減法でできるって分かってるから、じゃあもうできるよね、じゃあやってごらん、みたいな感じでやってもよい、うん、はい、ということで、こんな感じで、あの阿部塾では研修してます。あの先生がこの電子黒板に書いてる時っていうのは、生徒は何も考えない、暇な時間になってしまうので、あのしっかり書いてる時間もしっかり考えてもらうようなあの授業を阿部塾ではしております。はい、ぜひご覧ください。はい、ありがとうございました。